はい、どうもさ、ポロス、ブリティッシュ戦略かもしれないランクマッチ、今回もやっていきましょう。まあ、今回のパーティーはね、まあ、前回とはほとんど変わらずに、まあ、ギガヤスでステロマイティダイバックしようっていうパーティーなんだけど、まあ、ただね、このパーティーが思っている強かったから、もうさっさとランク上げていこうっていう。はい、トシキさんとマッチングしました。ネクロズマはめんどくさい。ネクロズは一発で倒せないからめんどくさいんだよな、こいつ。どうしよう。あ、でもね、この感じはね、なんだろう。なんか、全体的に、サザンダがスカーフ持ってるし、ネクロズマが一発で倒せないしって感じで、このパーティーの弱点をついてきてる感じがある、かなり。どうしようか、これは。まあ、できてくシャワーズあたりがいるから、フリージョンは出した方がいいよね。サザンダどうしよう。サザンダどうしよう。どうせスカーフ、こいつ。サザンダどうせスカーフ。サザンダもフリージョン。フリージョンの役割重すぎないか、それだと。いやー、重いね、役割、フリージョ。ちょっと待って。いや、でもな、フリージョじゃどうしようもない感じもしてるんだよな。ギガヤス出す。出した方がいいか、ギガヤス。まあでもギガヤス当てを殴り合いそうだから。あの、ゴリランダー以外、いや、でも水、そうか、水タイプもいるから。ダメだな。でもフリージョは温存するとして、いや、でもフリージョか。初手フリージョからの、フリージをダルマアーケオスでいくか。はい、対戦よろしくお願いします。ネクロズマが来る。ネクロズマが来る。ちょっと待てよ。ネクロズマとかフリージをね、どうにかできる相手じゃないんだよ、どう考えてきて。まあここはあの鋼技を追ってくると信じてヒラルマで、ね、出して、ヒラルマ半減で受けるしかないなと思いながらヒラルマを出して、そうか、初手ネクロズマか。初手に金手を出せるプレイングが一番困るんだよね。だって、さあ、そうなんだよ。後出しで出さんとかからこっちは対策を。あ、じゃ全然食らわんわ。全然食らわんってことは多分耐久無理なんだろうな。フェードラ2発で落ちるから、ということはアーケオスの自信も込みで落とせるんだよ。あ、落とせた。落とせたんだけど、マジか。この、お、これでかいぞ、めちゃくちゃ。なんか落とせた。なんか知らんけど落とせた。なんでだ、なんで落とせた、今。確か落とせないはずなんだけどな。よし、まあ今、落とせたならば別に、なんでもいい。いや、これ落とせたらマジででかいぞ。なんでだろう、なんで落とせたんだろう。計算した感じ落とせない感じだったんだけどな、別に。あー、なんでもすね。まあ、ここは正直、フェードラも打ってもらって退場でいいかな。さすがに、ここ、フリージョ出して、岩技打たれたりとかしたら嫌だから、もうフレロレスラーを殴って、ここは。まあ、半分は入るよね、余裕で。ちょっと耐えたけど、まあ別に意味ないな。ああ、岩技やっぱ打ってきた。そうやね、これが嫌だから、まあ、この岩技が嫌だったから、まあここは普通に、ヒラメ殴ったんだけど。どうしようかな、これ。裏のこと考えると、フリージョは温存しておきたいんだよね。まあ、それでこれはアーキオスでも殴り合いで勝てる場面だから。裏のポケモン考えたときに、裏がゴリランダーだった場合、ダブルイングを通りがいいし、まあ、命中安定ってこれダブルイングを打っていく。あ、スカーフだこいつ。スカーフだこいつも。マジで最後。もう、スカーフだと、やばい体勢やってきた中で一番、負けの原因になってるスカーフランドス。間違いない、これは。ランドスさ、攻撃力高いのにさ、スカーフ持たせたらさ、それは強いよ。当ててくるし。耐えた。あ、そうか、助けだ、助けそうだ。このフリージョ助け渡してんだ。忘れとった。めっちゃ忘れとった。こういう場面が多いからね、フリージョで助けを持たせるんで。これは、デヒレとかだったら勝ちなんだよな。デヒレかシャワーズだったら勝ち。サザンズラはさすがにきつい。あ、デヒレは勝ちだ。とりあえず自己再生を打って、そうやな、さっきダンドロスがスカーフを持ってたから、デヒレはスカーフを持ってることはないでしょ？だったら、もう、自己再生を上から積んで、まあ普通にフィードアイ殴って勝ち。よし。まあ、ここからちょっと、ま、地味な絵になるから。多分ないはずなんだよな、変な技。
これは耐える。絶対耐える。クリーチャーのとこもダメんだ。余裕。マジ余裕。まあ、自己再生もう一回積んどくか、まあ、これは次、降参でしょ、もう。相手。あ、降参してこない。え、なんかあんのか、え、今ラビドル打ってきたってことは何もない気がするんだけどな。あー、なるほど。瞑想か。なるほどね。瞑想ね。はいはい。瞑想で積んでくる感じね。でもさっきの波でダメージ量的に多分この1位があれば瞑想1ズビぐらいだったらまあ2回ぐらい耐えるから、ただまあ特防上げられたのがめんどくさくて、めんどくさくてフィードは倒せなくなるからもう絶対エロを打つ。当てろよ、絶対エロ当てるんだぞ。挑発、だから挑発で自己再生を塞いでくる感じ、ね、でも関係ない、こっちは絶対エロ当てるから。絶対エロは2回打つと当たる確率が 50% を超えるんだよな。よーし、はい、対戦ありがとうございました。はい、TT 親子さんとマッチングしました。ね、あ、ちょっとね、これさっきも当たったさっき当たったな、この人。いや、でもこれ勝ったらもうランク上がるから、ちょっと待って、あの、ね、さっきホワイトキレイの特性忘れとって、ホワイトキレイは片破りみたいな特性を持ってるんだけど、まあそのせいで頑丈を貫通されて負けとったけど、ちょっとね、今回その反省を生かして、まあ初手にアーケオスを持ってきて、まあそれでまあヒラルバ、アーケオスヒラルバからの何を出す何を出す、いやー、次この次は何を出すか本当に悩みどころなんだよな。デジエネキがめんどくさいから、まあやっぱり私らが出すしかないのか、ここは。まあ多分、私らがデジエネキ弱しバンギラスあたりが勝てるから、まあ、アーケオスにホワイト機でもワンパンしてもらって、って感じか。はい、対戦よろしくお願いします。初手キレイも来たな、初手キレイも来たな。そう、初手キレイまで来るなら、もう、アーケオスのストーンエッジで一発、確一。多分確一。確か確一。いや、さすがに確一なんだよな、これ。スカーフとか持ってない限りは大丈夫。終わってる。もうやれ、こいつ。ふざけんだよ。なんでそこでストライク外すんだよ、お前。ふざけんだよ。マジで。ああ、もう最悪。マジで最悪。いや、あのさ、そこでストライク外すのはなくない、さすがに。引くんだけど。引く。そんなさ、次さ、これ勝ったらさ、マスターボール級行けって試合でさ、命中 80% のストレッチ外して負けるとかマジで引くんだけど。ないわー。マジないわー。まあバカ力でキュレモを倒して、そっから私らがで引いてポラーリを解除して、って感じになるか、引っ込めてくるしさ、キュレム。うざいね。非常にうざいね。あ、でも、バンギラさん倒せる。バンギラさんバカ力で倒せるぞ。来た、これは来た。勝った、勝った、これは勝った。よし、これで、まあ、4倍格闘技が刺さって、バンギラを倒す。だから、一旦ここで私の中で引かないといけないんだよな。だから、砂嵐をダメージ込みで、ホワイトキレイも削って、フレアの台まで落ちないかな。落ちないよな、さすがに。何出してくる、次。あ、弱足を出してくる、ここで。いや、ここで弱足出してくれたらむちゃくちゃでかいよ、ほんとに。いや、正直、ホワイトキレブだったらね、あ、でも、そっか、まあ、すげえ、ほどたようにホワイトキレブ出してこないか。まあ、これ、私らがを出して、弱足はすげえ、私らがには勝てないはずだから、技構成知らないけど、こいつの。氷技とか打たれても、そんな食らわんでしょ。私らがは、海洋がの冷凍ビームと耐えるから、普通に。アクアブレイクは全然食らわん。物理型か、そう、こいつ物理型なのか。それはちょっとめんどくさいかもしれないけど、まあ、砂嵐と食べ残しは回復量が同じだから、そこはトントン。にしても、弱足の群れってこんな姿なんだな。目がや、目で一人の魚なのか、あれ。さて、どうする？ここは多分、ヤロリギが正解な気がするんだよな。いや、ギガドレイの方がいいかな、ここ。ヤロリギかギガドレインか、結構悩みどころだな、これ。まあ、ヤロリギいると、ヤロリギいると。
ファイルキネムが出てきてもいいように、よし、引っ込めた。さすがにさ、ストレッチ外した後、柳木外すのはマジでやめろよ。それ確率 2% とかの世界だからな。こんな大事な試合でさ、その確率低くないよ。よし、当てる。まあ正直このターンはね、もう何が来ようと守る一択。もう何をしてこようと守る一択。やるべき守るは有名だから呼ばれるかもしれないけど、呼ばれたとしても守る一択。だって守る以外いないでしょ、ここの選択肢。守るやって、違うかこれ。あ、違うかもしれん、これ。ここは、ここはね、まあなんか守る、相手が守るような変なことやってくるか、それか私らが草タイプだから氷技を打ってくる読みのヒラルマ引きかな。そうだね、ちょっと私らがを残しないと弱しに勝てないし、ヒラルマがいないとホワイトキレイに勝てないから、もうここはどうにかして相手が、よっしゃー、勝った、これは勝った、勝ち確。結構食らうな。いや、でも大丈夫。フレアドライブって確かさ、使った時にさ、ここの氷はむちゃくちゃ運悪いって悪いんだけど、フレアドライブは確か使った時に氷溶けた気がするんだよな。いや、動いてやな、こいつ、こうっていうのに。溶けないっけ氷。フレアドライブって。溶けるよね、氷。フレアドライブ。よし、溶ける。よし、これで、ホワイトキレも落として、あとは私らから弱しを倒して勝ちと。まあダメージ受けるけど、まあ関係ない。全然関係ない。さすがにさ、弱しに私らが負けることはないはずなんだよね。だって弱しの打点に多分、まあ、コリアと何かしら持ってるとしても、まあ、だって、ね、私らが耐久ではそんぐらい耐えれるし、まあ、宿力守る身代わりみたいな感じで適当に回してきては勝てないと思うから。まあ、左の割合はフレアドライブを打って自主退場してもらって、弱しってさ、そうなんだよね。このホルムになっても素早さは遅いまんまだから、上から、私らが素早さ60で、しかも無振りだからほとんどの相手に上を取られるんだけども、まあ、ただ、それでも、弱しの上から動けるっていうのは、でかい。まあ、ここはギガドレインでいいでしょ、もう。ギガドレインで倒しに行こう。一発で落ちるんじゃないかな、これ、HP だったらもう。まあ、ギガドレイン撃つ。くらえ、ギガドレイン、よし。あ、ちょっと残るけど、まあ大丈夫。別に残っても大丈夫。これで HP が満タンになるから、どんな攻撃が来ても一発耐える。耐えるよな。え、これ半分食らうんだ。これ半分食らっちゃうんだ。ちょっと衝撃だったけど、まあ別に耐えたからよし。まあすげえ耐えれはするからよし。ただちょっとこれを半分食らうのはちょっと衝撃的だった。さすがに。これ魚群が解除されて、まあそれでトラベルギガドレインを打って、あ。いや、耐える。魚群解除されたから耐える。弱っ。魚群解除されて弱し、弱っ。よーし、これでギガドレイン打って。はい、対戦ありがとうございました。よーし、これでね。あー、なんとか勝てた。古代の試合なんとか勝てた。さすがにストレッチ外した時は負けたと思ったけど。あぶねー。よーし、これでマスターボルケー。あー、ちょっとだ。あとマスターボルケーだ。というわけで、なんとか塩で付けんぐらいポケモンだけで、この近隣環境でもね、マスターボールゲー達成できたので、まあ次回からはね、もうもっと上を目指して、まあ最終目標はまあ、10、3桁ですかね。まあ3桁、瞬間でも3桁に入る。かなり厳しいですけど、まあなんとかする。かな、ここは。あ、なんとなくね、山ではちょっと伝説とか純伝説、県外でも使ってこなかったんですけど、まあマスターボールゲー入ったんで、でも、その辺も使いつつ、まあ次回からやっていこうと思います。はい、というわけで今回はここへ。それでは皆さん、また、この